テレ東出発進行。今日6日から iPhone と Apple Watch で交通系 IC カードパスモが利用できるようになりました、はい、ありがとうございます。キャッシュレスで交通機関や電子マネーとして利用することができます。券売機を使わずチャージすることもできるということです。 Android 系スマートフォンでは3月からサービスが始まっていて、パスモ協議会ではより一層のモバイル化を加速させるとともに交通利用の需要を伸ばしていきたいとしています。